シャンタルプチクレールは、カナダの車椅子陸上競技選手。アトランタ、シドニー、アテネ、北京のパラリンピック4位大会で14個の金メダルを獲得した。ケベックシューサンマルクイコールデイコールカリエールに生まれる。13歳の時に、事故で、両足の機能を失う。高校の体育教師の勧めで水泳を始めたのが、スポーツに取り組むきっかけとなった。 18歳で車椅子レースの大会に初参加。1989年にはカナダの国内選手権で初優勝し、現在まで100メートル、200メートル、400メートル、800メートル、1500メートルの国内記録保持者となっている。パラリンピックへの初出場は1992年のバルセロナ大会で以降アトランタ、シドニー、アテネ。 北京の5大会において、金メダルを14個、銀メダルを5個、銅メダルを2個、計21個のパラリンピックメダルを獲得した。オリンピックでは2004年のアテネオリンピックにおいて、公開競技として行われた、車椅子陸上800メートルで優勝した。障害者アスリートの正式参加が始まった2002年の、コモンウェルスゲームズ、マンチェスター大会では800メートルで優勝し、 健常者の出場する大会で公式のメダルを獲得したカナダ史上初の障害のある選手となった。ドーメルボルン大会では開会式でカナダ代表チームの旗手も務めている。2005年ローレウス世界スポーツ賞を受賞した。2008年カナダの年間最優秀スポーツ選手に与えられるルーマー首相を受賞した。1994年 1995年には大分国際シャイスマラソンに出場し、1994年の第14回大会で優勝を果たしている。ありがとうございます。